世界で最も権威あるボクシングの米専門誌、ザリングは29日、日本時間30日、階級を超えた格付けランク、パウンド・フォー・パウンド、TFP 最新版の議論内容を公表した。世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上直也、大橋、ワニー、世界ウェルター級で4団体統一したテレンス・クロフォード、米国、第1位で変動なし。 海外指揮者は、井上がフルトンとタパレスにしたことを上回ったと伝えた。リング氏は、日本のスーパースター、井上は PFP ランキングで1位のクロフォードに次ぐ2位となった。そして、井上は今のところそこに止まることになると記事を掲載。指揮者の議論内容を公表した。その中で米スポーツメディア、スポーティングニュース、ノトム・グレー記者は、 ここにいるほぼ全員が知っていると思うが、私はもう何年も井上のスーパーファンだ、とかねて公言するモンスター好きを前置き。その上で、しかし、私の意見では、クロフォードがあのやり方でスペンスを倒したことは、井上がフルトンとタパレスにしたことを上回った、と評議員として断言した。クロフォードは7月に3団体統一王者だったエロール・スペンス・ジュニア。おわっと、 p f p 上位常連の猛者を葬り、自らの価値を上げた。今年は1試合しかしていないが、グレー記者は、クロフォードはこの勝利で地位を獲得し、ロビンソン、レナード、ハーンズと並んでその立場を得た。多くの人が彼、クロフォードを倒すだろうと思っていた相手に対して完璧なパンチをした、とスペンス・ジュニア。絵の勝利が大きな理由とした。A 専門誌、ボクシングニュース。 の元編集者で、リング氏の評議員を務めるトリス・ディクソン氏もグレイ氏の意見に同意したという。日本人が世界最強クラスの選手たちと比較され、2位に入ることだけでも偉業。来年は2022年8月以来のトップ返り咲きが期待される。